おはようございます。ダーツーです。今日もよろしければお付き合いください。21年5月15日です。はい、今日の活動です。朝食を軽くやっつけまして、その後お部屋のお掃除やら何やらしてました。このエプロンなかなか良くないですか。お昼は肉を焼いてみようと思います。一瞬牛肉かと思いきやまさかの豚肉、こんな色の豚肉もあるんだなと改めて思う。サクッと焼いていただいてみましたが、やたらうまかったです。また買おうかな。そして天気が良かったので、ちょっと自転車でお出かけしてみました。さあ、あてもなく自転車を漕いでいたんですが、結局阿佐ヶ谷に着きました。さあ、阿佐ヶ谷の商店街を久しぶりに歩いたんですが、人がたくさんいて驚いた。しかしですね、このアーケード街歩くとですね、結構テンション上がるのはなぜだろう。よくわかんないけど、このアーケード街好きです。そして阿佐ヶ谷の後、高円寺に向かうと。そしてですね、ここで GoPro のバッテリーが切れたので、スマホ撮影に切り替わるといったところでございます。そしてですね、このマックシェイクミルキーがめちゃくちゃうまかったです。おすすめ。さあ、自転車の旅を終えて家に帰ってきて、冷凍ピザを温めて食いました。そしてその後軽くお酒をいただきました。本日は以上です。おやすみなさい。